はい、皆さんこんにちは、まるさんです。まるさんのですね、マガジンマガジンということで雑誌を紹介してます。気になった雑誌を買ってきてですね、こんなこと書いてあったよっていうのを、紹介してくる雑誌なんですが、今日紹介する雑誌はこちら、ワイヤード、ボリューム41です。ワイヤードもね、なかなか毎回面白いんですけどね、今回はニューネイバーフッド、都市の未来とネイバーフッドと書いてあります。まあ英単語でね、ネイバーフッドってお隣とかご近所さんとか、そんな意味なんですけどもね、実際読んでみるとなるほどっていうところがたくさんあります。今回このいわゆるコロナ禍ですよ。もう遠くにも行けないし、ある意味ステイホームだし、そうなってくると逆にこう近所のね、なんていうのかな、つながりといったらいいんですかね、ちょっとありきたりな言い方ですけど、近所、自分のその生活圏の範囲で一体何ができるかっていうのを、ある意味これからの未来社会も模索していこうよっていう特集かなと思います。都市の未来とネイバーフッドということで、ちょっと読みますね。都市はいつだって次なるマスタープランを夢見てきた。コンパクトシティやスマートシティといった都市の未来にパンデミックが上書きしたものがあるとすれば、それは2020年代に人類が再発見したネイバーフッドという確固たる手応えだ。えりすぐりのアドバイザーたちと3つの領域からその最前線に迫る総力特集。総力特集ですよ。すごいですよね。エコノミーとかシティとかディスタンスとか、そんなテーマになります。取り上げているのはもう世界各地、日本も含めてですが、世界各地である一つのね、こうお店というか拠点というか、そういったものを中心にしてご近所ですよね。ある意味歩いていける範囲と言ってもいいのかな。地方だともうちょっとね、車で移動できる範囲まで広がっていくと思うんですが、経済の在り方とかそういったことが書かれています。面白いのはね、前に読んだその都心性の資本論、あれの後半ですよね。これからの社会っていうのは、いわゆる営利企業でもない、企業だけでもない、新しい、社会づくりのために出てきた、コモンズっていう考え方があるんですね。僕も今実際、こういうコモンズと名前がついたところでも、ちょっと関わってはいますけども、共同組合方式みたいなものとか、それから、いわゆるシェアリングエコノミーとか、そういったものがもうちょっとこうご近所で回せていけるんじゃないか。でそれが、今回のこのコロナ禍のパンデミックみたいなね、コロナ禍のでも ある意味とても有効だし、これからの例えば日本でいうと少子高齢社会とかですね、お互い支え合っていく社会づくりの中で、もともとね、地域社会そういったものがあるといえばそれまでなんですけど、今いろんな人たちがこう動いているといったらいいのかな、いわゆるテレワーク、リモートワーク、ワーケーション、だから生まれ育った場所で生涯を過ごすというよりは、本当に自分のふるさと、あるいは自分の本当に気心の知れた人間関係を作りながら、新しいご近所を作っていくっていう考え方ができているかなというふうに思います。これね、都市部だとね、結構なんていうの、人が多い分だけ、自分の趣味に、ね、合った人とか、自分の思考に合った人たちの、コミュニティ作りって比較的簡単にできるのかなって気がするんですが、地方だとね、なかなか人が少ないというのもあって、テーマごとにこう集まろうとしても、なんかいつも同じ顔ぶれになってしまうっていうことがあります。ただね、そんな中でも、これから新しい社会づくりの中で、このネイバーフッドっていうのは一つのキーワードになっていくし、そのご近所さんで共に何か作っていくとかね、そういったコモン空間を作っていく、コモンスペースを作っていくっていうのも、これからの新しい形かなと思ってます。それはね、首都新鮮の資本論の中に、結構出てたからね、なるほどねって思いましたね。公園の利用、なるほどね、公園って何気に公園って言ってるけど、公なんですよね。公の園って書いて公園なんですよね。一方でもちろん日本だと官というか行政がやるんですけど、ある意味公というだけあって、地域の人たちでそういった公園作りをしていこうよっていうのも一方であるのかなっていう感じしますね。なかなかいいですね。このもうだいぶ昔ですけどね、こういう街並みっていうのは、僕たちの特別ってことはないな、こういう街並みに関して界隈っていう言葉を使ってたことがあります。そう、それとこれがね、僕ちょっと気になったやつです。言っちゃっていいのかな、積水ハウスの新たな挑戦、住まいのようなオフィスがいざなう働き方の未来、一つの働き方改革なんですが、いわゆる住宅メーカーが
仕事場オフィスの設計を提案しています。これねちょっと僕面白いなと思っていて、本当にねある時点から自宅って本当に寝に帰るだけっていうのがすごくポジティブな考え方が出てくるのかなって思っています。なんだろう、もちろん仕事時間はね、出勤時間から退勤時間って、まあ仕事業務時間ってのかな、それはあると思うんですけど、それ以外の時間を家のように会社で過ごす、会社というかオフィスで過ごすっていうのがこれから出てくるかなという感じはしています。言ってしまえば朝その勤務時間が始まる前に会社にもう来ていて、例えばそこで朝食をとるとか、例えば軽くトレーニングから運動するとかね、それ自宅に置くんじゃなくて会社に置いて、で、まあ、そういったことを朝やる、モーニングルーティンをやる勤務時間が終わってからすぐにまあ家に帰るというよりは、その会社の中にある例えば娯楽施設とかカフェとか、そういった会社の、まあ、会社の中にね、会社の中にそういったものを用意すること、オフィスの中にそういったものを用意することによって、本当に会社で時間を過ごす、本当に家には寝に、ある意味寝に帰るだけみたいなね、本当に生活空間をある意味丸ごとこう会社というかオフィスが引き受けるような時代がね、もう来始めてるかなって一部で感じているのところはあります。まあ、IT 企業というとちょっと名指しで変だけど、オフィスの中に普通にゲーム機があったりとかね、普通に DVD 見てたりとかね、そういったことがあって、まあ、やることやってりゃ、遊んでるという言い方変ですけど、そういった過ごし方をオフィスでしてもいいのかなっていうのを思っていて、本当に仕事の時間だけ会社に行くっていうのが、どうちょっと考えてもね、なんか効率悪いんですよね。コスパ悪いかなと思ってて、本当に会社にちょっとしたカフェ、ちょっとしたトレーニングルーム、ちょっとした まあ、ある意味ホームシアターのような視聴覚室を、まあ、会社の中に用意するとかね、まあ、そうなっていくとある意味こうシェアしながら会社空間、仕事空間、オフィス空間で時間を過ごすということがこれからあり得るのかなという感じはしています。なかなか面白いものつけどこうかなという感じですね。あとね、面白い国立公園に関してもやっぱり9ページが割いてあるので、これはね、後でじっくりちょっと読んでみたいと思います。ナショナルパークの国立公園。面白いですね。あとこの小説もね、ちょっと短編小説があってね、ちょっとサイバーワールドっぽくて面白い。全体的にこの都市部の話ではあるんですけどね、まあ地方でももちろんそうですけど、コミュニティっていうのも一つの言い方ですし、このネイバーフッドっていう言い方も一つの言い方かなと思います。というわけで、ワイヤード2021年ボリューム41、ニューネイバーフッド、都市の未来とネイバーフッドという特集でした。いつも本当にね、刺激的なというか、いろんな示唆を与えてくれるワイヤード、大好きです。また引き続きやっていきたいと思います。はい。